ガガロの日常、モテる男は辛いぜ。始まり。ある日ギターを持って人からに言った。綺麗な人だな。いらっしゃいませ。ピザとポテトを頼んだ。するとすぐに受付の綺麗な女性店員がピザを持ってきました。しかしポテトは1時間待っても来ず、利用時間終了15分前に来た。お待たせしました。僕はこの綺麗な女性店員が僕をもっと引き止めたいのだろうと思った。やれやれだぜどっさりポテト、どっさり。でも延長金がないので一瞬でポテトを完食。退出完了。ちなみに受付はおっさんに変わっていました。毎度ズドーン。あのお姉ちゃんたら忘れてただけだな。さては、男のロマン。スーパーのレジンで袋ください。大中どちらで。うん、中中お願いします。わかりました。はい、中ゲア何やってんだぞお前、早く早くしろこのおじさん大丈夫かしら。ダークガガロー、いいかてめえら、俺はな、夢を叶えるために遊ぶことも友達も縁を切ってきたんだ分かってるよ。友達とじゃれ合っていたら夢は叶わないっていう人もいるけど、お前には友達いなくていつも一人ぼっちだっただけでしょ言うな僕の性別。バイト先の休憩中、後輩の女の子たちの会話。ねえねえ、さっきの人かっこよくないかっこよかった。うん、私はこういうタイプが好き。あー、どこかにいい人いないかな。俺も一応男なんだが、俺には何の魅力もないってことか。やだ、ガガロウさんは性別がガガロウさんだから別なんですよもうどういうことよ焼き酒はやってるにゃ。チャンネル登録登録してくださいよ。チャンネル登録登録。